最近人気のレストラン。このお店もこのお店もとてもにぎわっています。週2回ぐらい来てます。結構通っちゃいますね。共通しているのは立って食事をしていること。そう、立ち食いレストランです。ここだと気軽に入って食べられるって感じですよね。値段の割に十分質が高い、うん、立ち食いという気取らないスタイルで高級レストラン並みの料理が出されています。しかも値段はお手頃。それが人々を引きつけているのです。そのコストパフォーマンスのわけは、小さなスペースでもたくさんのお客さんを入れられること。座るよりも食事時間が短いため回転率がいいこと。こうしてたくさんのお客さんに利用してもらうことで、こだわりの料理を安く提供できるのです。日本の立ち食いのスタイルは時代に応じて変化してきました。18世紀頃の東京、人がたくさん集まる都心部で立ち食いの屋台ができました。安くないと買わない、早くないとダメっていうことで、今のファストフード的な要素を持った屋台食っていうのが発展していくと。戦後の高度経済成長期には、忙しく働く人々が短時間で食べられる立ち食いそばが人気になりました。そして現在は、今まで敷居の高かった高級料理をカジュアルに食べられる立ち食いレストラン。多くの人が味の経験を広める機会が訪れたのです。立ち食いの火付け役となったお店の総料理長山浦さんは、料理人が活躍する場として立ち食いレストランを評価します。やっぱヨーロッパ4年も5年も修行して帰ってきても働く場所がないっていう人もいるのは確かですね。だけどやっぱりうちの会社だとちゃんとした食材を使って提供できるっていう場があるので、料理人にとっては料理の腕を試せるチャレンジの場、お客さんにとっては手頃にいいものを食べられる場、両方のニーズが合致して立ち食いの人気に火がつきました。これまで立ち食いスタイルから遠かった女性客にも人気が広まっています。気軽に食べられるので立ち食いだと、まあ、よく利用します。おいしかった。めっちゃおいしい一般の人がおいしいおいしいっていうのが間近にこう聞けますから、ね、やっぱそれ料理人はやっぱりそれ楽しいと思いますよね、はい、今安くて気軽で最高においしいという立ち食いの新たな時代が始まったのです。